危ないですね。そこでバスって切られるのが、これからいい話をしていい話をしてたのに、はい、そこを使われてないっていうのは山を舐めてました。紹介映像とかあ、はい、の話で、はい、あの事前にドリームの頃でしたっけ、特訓とかやったじゃないですか。一番何がきつかったとかって特訓は、僕自身が、僕はもう何でもトレーニングになる、はい、それでもトレーニングになると思ってましたんで、きついっていうのはあんまり、きついっていう感覚はあんまりなかったですけど、あの海行ったり山行ったりとかね、はい、ね、いっぱいやられたじゃないですか、はい、うん、海も行きましたし、山も行きましたし、そうですね、公園でもやりましたし、あーボール、バッティングセンターとかも、そうそう、バッティングセンターで、はい、バッティングセンターでバッティングやるところじゃないですか、はい、ボール来たらパンチで、はい、ボールを、そうですね、あれは避けるっていうのが避ける練習なんだ、はい、そうですねのをやってみたいな、なんかの漫画で見たんですよね、避ける練習っていうのを見て、でただ向こうもやっぱりバッティングセンターで赤く光ったら空気が分かるんで、あ、分かる、確かに早く逃げたらまあ避けられますよね、避けるんですけど、どこまでこうギリギリでこう殺すかっていうので変えるっていうのをやったりしましたね。けども一回こう受けてみたんですけど、ここにバーンと当たって、ちょっとやっぱ親指ちょっとちょっと怪我したりしましたね。危ないですね。危ないです。それはバッティングやるところだったんだ。まだあの軟式なのボールだったんで、ですけど、でもそれでもやっぱ危ないですよ。パンチやってましたよね。パンチもやったかもしれない。やったかもしれないですね。で、なんか紹介映像で、はい、何やってんだろうって思ったんだよ。でもあれのおかげで、こう、あのダッキングとか、あ、このウィービングとかの、この、避けるっていう意識がちょっとできましたね。あ、ミノマン選手はその、さっき見たけど、紹介映像とか見てて、はい、なんだっけ、面白かったとか覚えてる紹介映像とかありますか？あ、いっぱいありますね。まあ、飛行機をかけたら、あったね、はいはいはい、あれも別にかけたのを撮ったわけじゃなく、全部の取材が終わって、はいはい、僕は体調がその時良くなかって、でクソクソって思ってたんですね。で、まあ撮影終わったんですけど、まだ調子が戻らないなと思って、縮小と思った時にちょうどあそこ大森海岸って、はいはいはい、羽田の近くで撮影したんですね、はい、その飛行機が羽田に着陸するのが降りてた、はいはいはい、それ見てなんか縮小と思って、なんかああいうもうなんか文化ってなんか飛行機っていうのね、はい、機械に負けたくないっていう気持ちになってなんか競争しちゃったんです、走ったんですそしたらたまたま全部終わったのに、その後のカメラがずっとこう追っかけてくれた、それが一番使われた。散々1時間半とか撮影したり、海に入ったりしてたんですけど、一番使われたんですよ、ね。すごかった。それもあの後からその当時その取材していただいた、はい、あのテレビ局の人に聞いたんですけど、はい、あそこだけを使った、あの映されたんですよねって言ったら、それを映すよって言われました。あと何筋肉マンのさ話を、そうですね、ね、筋肉マンの話もよくその煽り映像で例え話で筋肉マンの話をした瞬間にバサッと切られるんですよ、ね、あれがちょっとショックでしたね。なんでこれから例えで筋肉マンの話でこのモンゴルマンの話してますかとかってこういう話をしたのに、そこでバスって切られるのが、これからいい話をしていい話をしてたのに、はい、そこを使われてないっていうのはすごいこう当時はショックでしたね。でもそこで切られた瞬間のところを見るとお客さんがわーって笑ってくれる、笑われてるのが受けてるからね、なんかまたそれはすごいなって思いましたね。なるほど、やっぱりこうプロのこの映像作る人ってやっぱりすごいなって思いましたね。そういうところをちゃんとついてるというか、ちなみに筋肉マンのキャラだと
好きなのは誰なんですか。まあ筋肉マン以外切らないので以外はい、はい、ちゃんとこれ使う筋肉マン以外で、筋肉マンやっぱり一番好きですけど、はい、筋肉マン以外に考えると今好きなのは、はい、僕はあのソルジャーですね、はい、筋肉マンソルジャー、はい、筋肉当たるって筋肉マンのお兄さん、兄さんですね、はい、昔はこうロビンマスクとかラーメンマンが好きでしたね、はい、はい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 、やっぱり今はもうソルジャーが、ソルジャーが好きですねちょっと熱いですか、ね、いや全然全然、はい、それは、はい、なんだっけ本当はね、はい、その何一番長男というかそうです、ね、一番だからね、はい、本当王様になる権利があったけど そうですね、そうじゃなくてあの弟になっていくわけじゃないですか、はい、そうですね本当はあの第、58代、はい、王位を継ぐのは、筋肉マン筋肉当たる筋肉ソルジャーだったんですけど、うん、それがやっぱり、家出をして、はいはい、で、まあ、結局、筋肉マンが王位を継ぐことだったっていうことなんですけど、はいはいはい、そういうお兄さんっていう意味でもその強さを秘めてると思いますし、はい、なるほどそういう意味でもなんかこう魅力のある選手だなと思います。なるほど、はい、ホイスじゃなくてヒクソンに当たるような自主トンなそうですね、嬉しいで言うならば、まあ、ちなみにこれ あ、本当だ、ソルジャーチームソルジャーチーム本当だ、はい、ちょっとあえて言ってきましたわかんなかった気づいてくれないかなと思すいません、一応あの言わないとそれですいません俺が気づきたいです、はい、わざと言ったんですなるほど、すいません、あすごい、でもだって一回なんか何しっけ山登りして、はい、なんか大変なことがあったって、なんか山登り、そうですね、山登りもありました、山登りして、はい、で大体3時間ぐらいで登れる山、降りて山登って降りてこれる山を選んで、はい、ましたんで日帰りで、はいはいはい、まあ長い時は本当7、8時間行くんですけど、はい、3時間なんでまあ昼過ぎぐらいに登っても大丈夫かなと思ったんですね、うんうん、結局登ったのは3時ぐらいだったんですよ、うん、普通山ってでも朝の6時とか登って、うん、頂上で起きるとかして、夕方前にはもう降りてくるんですけど、はい、3時に登って頂上で4時じゃないですか、はい、帰る頃って6時でも真っ暗なんですよ、はい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 、そうするともうその時はもう真っ暗で前が見えなくなって、はい、それで結局携帯のガラケーだったんですけど、携帯のライトでこう探しながら行って降りたっていうこともありましたね。なんか一回なんか富士山に登った時に大変なっていうなんか富士山は違ったっけ、うん、富士山はありました。富士山登る1週間前にたまたま富士山の近くでこう遊んでたんですね、遊びに行ってたんです、はいはいはい、たら富士山はただ見えたんで、ね、その時に富士山見えて友達に来週富士山って言い出してなんか急に登りたくなって、はい、で僕も富士山素人ですし、うん、全然知識なかったんで、はい、でもう行くって約束して、はい、でもうすぐで準備しようとしたんですけど何準備していいか分かんないんで、うん、とりあえずバッグに僕いっぱい汗かくんで水は必要だと思って水を2リットル6本2リットル6本すごいな、12リットル、着替えもいっぱいなんかトレーナーとかジャンパーとかこういうの入れてで下も入れてで結構大きいバッグ入れてでトレーニングだから俺やっぱり普通に登っちゃダメだって思ってでその前もトレーニングであの山登りはしてたんですけどその時僕は毎回このリストはパワーリストパワーリストはいはい、おぼりだパワーアンクル、はいはいはい、この1キロ、はい、足首が 1.2 かな 1.2 って言ってその時もあと、拳のアンクルもあるんですね。それをつけて登、うん、つけたんです。だからそれだけで6、7、8キロをつけて、はい、それでこれで登れなくて登って行ったんですけど普通に7合目、8合目ぐらいにもう本当あの酸欠と高山病になって苦しくてこれはやばいやばいって普通、はい、そんな12リットル水も、はいはい、そうですね。で水も飲んでるんですけどそんなに飲めないですねこれはやばいと思ってでちょうどこの他のグループの、はい、いっぱいのグループがいるんですよ、はい、グループの
こう案内して登ってくる人ちょっとすれ違って、はいはい、その人が僕の姿を見て、君これつけて登ってんのって言ってはいっつって大丈夫って言って、その人もやっぱりこう専門家なんで、ほんと軽い状態のちゃんとしたこう服を、はい、あの登山着を着てやっていらっしゃったんで、はい、でももう戻れないですし、やばいなと思いながら、とりあえず、まあ8号目ぐらいで一泊して、はい、一泊ってもまあ2、3時間ですよ。で、頂上でちょうど5時ぐらいに頂上するに行って、はいはいはい、ご来光を見て、まあ、そこまでご来光じゃなかった、まあ天気だったんで、はいはいはい、まあ、ご来光を見て上り上まで行ったんですけど、さすがにもう上になった時にもうこのあのパンクル捨てようと思ったんですこれを捨てれば軽くなる。その時にあのちょうどゴミがやっぱり頂上の、はいはい、ゴミが下の方に落ちてたんですよ、はいはいはい、こうやってみんな頂上行って登り切った解放でここでゴミを捨てていくから、なるほど、頂上でなんかペットボトルとかなんかバッグとかいろいろ捨ててあったんですね、はいはいはい、あこれでゴミ増えな、これじゃダメだなでもそのパンクルをよしこれはもうカバンに詰めよう、なるほど、詰めたんですけど、あ、10秒しかじゃん確かに変わんないっすね、結局持って帰らなかったからでもさすがにその水は富士山の水の、はい、ミネラルウォーターだったんで、はい、もう一回富士山に返してちょっとで1本ぐらいにして、はい、ちょっと返して軽くして降りてきたっていうことはしましたねでもまあいい修行ですね。そうです、いい修行で、もう二度とはあんなことしないもうとりあえず自分の命を、荷物と命を上まで行って下ろすかっていうことだけを考えてたんですね。まず自分の命をどう、運ぶかっていう、はい、もう他の人はどうもどんどん考えられなかったです。山を舐めてましたね。ああ、なるほどか。でもいろんな人いますよ、上まで行ったら、はい、空手に着替えて、あ上でこうやる人もいました。なるほど、なるほど。上でなんかこう、ダンスみたいなのもいました。ギター持っていく人もいました。なるほど。はい、まあね、まあ、みんないろいろ目的あって頂上でやってるんですけど、あの楽しみながら今度は登りたいなって。なるほど。でもね、うん、要するにあの、うん、あの中でやってたか言ってたけども、うん、結局最初のエヴァンゲリオンが爆破したから、うん、要するにまあ資本主義の法則でビジネスの法則で、でエヴァンゲリオン2、3とか作っていかなきゃいけないじゃないですか。はい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 。要するに当たったから、はい、要するにもう要するにシリーズ化するわけです。そうですね、はい。そうするとね、要するにあの例えばさ、船木一夫は高校3年生の人としたらもう死ぬまでそれを